どうも、石川です。はい、こちら、登録販売者試験対策講座第2章の、4回目やっていきたいと思います。こちらの授業では、登録販売者の、試験作成のための手引き集、使用していきますので、まだ持っていない方は下からダウンロードしていきましょうね。はい、それでは早速、入っていきたいと思います。26ページ開けてください。26ページ197行目のところですね。循環器系というところをやっていきます。ここでは主に心臓や血管、そういうところの内容をやっていきますので、そのあたり重点的に見ていきましょう。はい、そしたらですね、200行目のところを見てください。血液系が心臓を中心とする、閉じた管、閉鎖循環系であるのに対して、リンパ系は、末端がリンパ毛細管となって、組織の中に開いている開放循環系ですよというところですね。はい、ここ閉鎖循環系、開放循環系がリンパ系なのか血管系なのかどっちなのかよく出てきますので、しっかりとチェックしておきましょう。よろしいでしょうかね。はい、そしてその次、心臓というところを見ていきます。はい、心臓についてなんですけど、まずは、ね、203行目のところですね。心筋でできた握り拳大の大きさですよ。ね、大体このぐらいの大きさなんですね、心臓っていうのは。ね、で、握り拳大で、特に心筋というところですね、しっかりとチェックしておいてください。これを平滑筋とか骨格筋とか出てきたりしますので、心臓は心筋でできてるんだよ、必ずチェックしておきましょう。はい、そして205行目のところですね。心臓の内部は、上部左右の心房、下部左右の心室からできていますよ。で、こちらちょっとね、書かせていただきました。ね、簡単に心臓の、ハードでちょっと書かせていただきましたけど、で、上部、ね、左右の心房でできていますし、下部左右の心室でできています。で、今こちら、右と左、ね、通常皆さんから見て右と左、これ逆になってますよね。で、なぜかというと、これ、まず皆さんの心臓を見てるんではなくて、他人の心臓、ね、医学の方では、自分の体ではなくて、他人の体を見ていきますので、今、私の心臓を見ていると思ってください。ね、私の心臓、こっち今私、こっちなんて、こっち右手ですね。はい、なので、こっち右手なので、こちら側、ね、だから、こちら側が、右。で、こちらが左になってますので、ここ、逆になっているところ、ここ、よく間違えますので、気をつけておいてください。はい。そして、心臓で、このように簡単に書いていただきたいんですね。で、なぜかというと、心臓に入ってくる血管と、心臓から出ていく血管が、それぞれ名前が違います。心臓に入ってくるものは、静脈。心臓から出ていくものは、動脈と呼んできますので、ここもですね、簡単に絵が描けると、すごくいいかなと思いますよね。このあたりも試験で問われてきますので、簡単に絵描けるようにしておいてください。そして二つ目の絵ですね、こちら。これも描けるといいんですけど、まずですね、心臓、これ、先ほどもここ真ん中バーサーって分けました。ね、バーサーって切った時に、こちら側、左側の部分と右側の部分。そして右側の部分はこれ、ね、ここのハートのところ逆にしました。くるっとね。くるっと逆にしておりますので、ここでちょっと反対側になってます。なので、上が質、下が棒になってますので、ここ気をつけておいてくださいね。通常はこちらです。で、ちょっと便宜上ね、このような形で逆に書かせていただいております。で、なぜかというと、心臓っていうのは全身に血液を送る。そして、肺からにも血液をもらうというような形で、まあ、心臓、を中心に肺と全身でちょっと考えた絵を、描いてみました。はい、これを見ますと、心臓の左側部分の、特に心室のところから全身に血液を送り、そして全身の血液が今度は右側のところに、左心房、右心房ですね。右心房の方に集まり、そして右心室の方から肺の方に血液を送り、肺の方から、今度は、ね、左心室ではなくて、母ですよ。左心房の方に集まってきます。そういった絵になってますので、これ全身、ね、全体これ絵描けるようにしておいていただくといいかなと思います。なぜかというと、後でちょっと出てきますよ。はい、では、テキストの方をちょっと見てください。はい、よろしいでしょうか。ね、209行目のところですね。心臓の右側部分、ね、右心房、右心室ですね。
右側部分のところは全身から集まってきた血液を肺へ送り出していますよね。そして肺のガス交換がされた血液っていうのは心臓の左側部分に入り、そこから全身に行きますよって言っています。はい、そういった絵になります、これ。なので、今ここね、209行目、210行目、とても大事な文章です。で、これ文章そのまま丸覚えしていただいてもいいんですけど、多分、2時間後には忘れます。なので、この絵、自分で描けるようにしていただきたいんですね。この絵を描けば、試験中、あれどっちだったっけ、右だったっけ、左だったっけ、肺だったっけ、全身だったっけって迷うことがまずありません。で、この絵が完璧に描ければ、ここ文章どうだったっけなって、って考えてる間に、2分、3分、4分、5分、10分、下手したらいきます。ね、平気で時間が過ぎていきますので、そんな悩んでるか、ね、暇があるのであれば、この絵、描いちゃいましょう。ね、30秒ほどで描けます。30秒で描いて、ここ1分で問題解いていけば、1分半で問題解けますので、ぜひこの絵描けるように、しておいてください。特にこの209行目、210行目の、対策となります。はい、それから、213行目ですね。血液が、血管中を流れる方向は一定しており、心臓から発出された血液を送る血管のことを動脈、ね、それから心臓へ戻る血液を送る、ね、血管のことを静脈って呼んでますので、これも動脈と静脈の関係性、どっちだったっけなっていうのをよく迷いますので、しっかりと押さえるようにしておいてください。で、この考え方は次に生きてきますので、しっかりと、押さえておいていただきたいんですけど、何かというと、216行目、26ページの一番最後の行ですね。動脈は弾力性があり、圧力がかかっても耐えられるようになってますよ。ここ大事なところなんですね。なぜかというと、心臓っていうのはね、全身に血液を送ってますよね。なので、全身に血液を送る静脈ではなく、動脈ですよ。動脈っていうのは全身に血液を送りますので、すごい勢いでドーカーンって流れていくんですね。ドーカーンって流れていきますので、それね、弱い血管だとドクンってやったらバーンって割れちゃいますよね。だから、ある程度の圧力がかかっても耐えられるように、ここは動脈という形になっています。よろしいですかね、ここ。ね。はい。ということで、その次ですね、ページ変わっていただきまして、27ページ見てください。27ページ。ね、218行目、上から2行目ですね。ね、この、まあ、引き続き動脈ですよ。動脈っていうのは、ね、血管壁にかかる圧力っていうのは通常ね、要は私たちの血圧っていうのは、ね、ドーカーンって血圧をね、血液を送り出す圧力を測っているのが血圧になりますので、静脈の圧力ではなくて、動脈の圧力を測っているなら、ここもポイントですよ。しっかりと押さえておいてください。はい、そして上から3行目、219行目ですね。静脈です。ね、静脈っていうのは、ね、220行目、血管壁は動脈よりも薄いですよって言っています。ね、なのでもうね、血液が戻ってくるだけですので、そんなに大きな圧力はかかりませんので、これは薄いです。で、特に注射、ね、ブスッと注射刺すときも、ね、注射の針がね、上部よりも、ね、刺しやすい方がいいですよね。なので、通常注射を刺す場合には、こちらの静脈の方に、ね、注射、薬液を刺していきます。はい、で、こちらですね。今度は221行目のところですね。静脈弁という、ひだがついております。これ、逆流防止のためのひだなので、先ほどの動脈には逆流防止、要はドッグーンって流れるので逆流することがほとんどないというところで、弁というのは、書いてありませんけど、でも、静脈の方には、ね、静脈弁というのが、発達しているんだなっていうところ、動脈と静脈の大きな違いになりますので、ここ、大事なところです。押さえておきましょう。はい、そして、3行目のところですね。毛細血管がありますよ。ね、この毛細血管、全身の細胞などに栄養とかを送ったり、酸素を送ったり、二酸化炭素、老廃物を回収したりしているのが、この毛細血管の働きなんだなっていうところですね。ぜひ押さえておきましょう。はい、
で、ここまでのところですね、また引き続き、動画でまた配信していきたいと思いますので、いいなって思った方はですね、下の LINE アット、登録していってくださいね。いろんなお得な情報を流していきたいと思いますので、またどうぞお付き合いください。では本日もどうもありがとうございました。